青春足りてる？あ、大丈夫です。どうもしろです。スカイです。ジョンです。そのままです。今日の企画はお宝のエピあるある。男のエピ。男の怖いね。エピの男だけではない。男だけでエピじゃなくて。違う。男だけでエピじゃなくて。そんなにコンテンツじゃない。怖すぎるやろ。まだ男から見たらね。エピあるあると言いますか。我々はこういう風に見えてるんですよ。もうあるあるとしてね。そうですね。まずは20個出していきたいと。はい。終わりました。思ってます。はい。それではやっていきましょう。はい、なんだろう、パンに入れるの意外とむずいんだぜ。あるあるですわ。なるほど。穴って結構人にもよるとよく聞きますが、そうだね、暗闇でやることが多いじゃないですか。はい、でも本当にわからないよね。仕様違う時あるよね。そうそう、ちょうどそのマリオの土管ぐらい入るんですか、仕様が。たまに入れないの。あれちょっとずれますけどね。ちょっとずれてマリオプンって戻ってから、そう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 、せやねんちょうど。あ、でもあんな感じですよね、本当に。あの一定のラインを超えればスーッと入る。そうそれ超えない限りは全然入らない。そうなんだよ、そうなんだよ。アボついても優しくしてほしい。そうやねんな。恥ずかしいからな、結構恥ずかしいよ。はい、大丈夫。はい、いまだに終わった後のゴムの片付け方、正解わからないっていう。あ、そう。どのタイミングで取って、どのタイミングで捨てるかっていう。どうしてます、みんな。これもティッシュでくるんで、ティッシュでこう、ズボンって抜いて、モティンもペコペコ拭いて。そう。あ、じゃあ一緒かもしれない。タイミングはいつですか、終わって。ちょっとダラーンとして、3分ぐらいはなんかちょっと。3分つけっぱ。俺も終わったすぐ取るで。俺も結構すぐ取りに行ったりするけど、見てほしいのかなとか思うと、正解わかんねえって。それ言ってから俺イチャイチャする。ああ、俺あの息上がってるんで、大体それがちょっと落ち着くまで死んで、息整ったらやってますけどね。つけっぱだと取れる危険性もあるじゃない。ダラーンとなってベロンと抜けた時さえぐらいから。え、そう、結構悩むんすよ。最初に俺抜きたいから。これは元気だからじゃない。そうなのよ、彼は。だからその外れるという恐怖心じゃないと。じゃあ、でかくて元気だから。あとはしぼんでるって。なんで一回もしぼんだことない。なんで今も聞きましたよ。いいよリーダー。対面対どないだった。久しぶりに対面対一人だけ。はい、マジで飽きない。よろしくすごい。おもろすぎる。してるやん。おもろすぎる。あおるな、マジで。未だにマジで。確かに長いことやってはきてはいいじゃないですか。数千年やってるでしょ、人間という生物。そうやってるよね、今も。やってるやん。そんな俯瞰で不思議な感じだ。だから食欲は飽きないと、まあ死ぬから分かるじゃないですか。まあ分かる。別に知らへんもんな。そうそうそう。不思議といえばさ、ツイッターでさ、オフパコ希望みたいな人結構。ああ、分かる分かる。結構俺、私オフパコめっちゃやってますみたいなフォローされて、ええと思って、まあアカウント見に行くみたいな。今度はその人がフォローしてたアカウントが、無修正の AV の切り抜き。あー、あるよね。無修正の世界中のセックスが2分くらいでブワーッとあって、すごいのいいね数が。それを見た時に、韓国人もアメリカ人もインド人もみんな正常位同じ形なんだ。あー、そうかそうか。なんか不思議や。確かに。あー、なるほど。その国特有のさ、タイとかあってもいいじゃないね。あってもいいけど、やっぱオーソドックスなところってみんな一緒で、スタンダードが一緒でもおもろいな。確かにそうや。考えたらなんか全員そっか、人間だもんね。そうやって、なんか初めて国境越えたの。正常位でこういうことかみたいな。修正労働画から世界が。すごいな。それはバンできへんよ、ツイッターもな。確かに。それを気づかせようとしてるってことやもんな。思想強すぎません、この話。はい、よいしょ。あっちが気持ちいい月、僕が気持ちいい月、愛入れないっていう。まあ、そうだよ。あっちを行かせるためにつく、違うと、こっちが行くためにつくとき、あっちそんな気持ちよさそうだし。ああ、分かる分かる。このギャップ、すごい。だから、なぜ神はそういうふうに作ったのか。そうだ、本当にそういうこと。僕はおかしいな。合わせた方がいいはず。そうだよ。これが人類の不思議。不思議なんですよ、これもね。世界中のインド人も韓国人も持ってくれてたら嬉しいですけどね。そういう意味では繋がってるかもしれない。繋がってるかもしれない。俺たちは。無理やり。
ない。はい、はい、どうだろう。女の子の肌って甘いんだぜ。あーなんかね、わかります、うん、分かる。結構、俺高確率で甘い気がしてて、香りがってたんじゃない。香りも、あ、香りのせいもあんのかな。香り系だと思うんだよね。シャンプーとかーちょっと汗かいてても、自分のよりもピリッとしてないというか、まろい塩。そうね、まろみ塩って感じがする。まろみ塩自分の塩もダメで、熱いなんて味なかったよ。いや、なんか普通にさ、めっちゃ汗かいてる、口入ってたりする。あー、そういうことか、そういうことか。で、しょっぱとか思うけど、なんか女性のその汗かいてるやつとか舐めても、うん、なんかちょっと確かにな、丸いね。そうなんですよね。柔らかいと舌がそういう反応するのかな。あー、うまいものっていう。なんかその舌触りでちょっと変わるんじゃん、味が。なるほど、ね、柔らかくなるじゃん。はい、はい、今行こうかな、やっぱやめとこうかな、行くタイミングの。あー、それやってる。あー、今行こうかな。あー、やめとこうかな。あー、行こうかなってなっちゃう。あー、それ余裕あるあるです。そう、この速度で行っていいものかみたいな。はいはいはい、普通にまあやっぱやめとこうかな。あ、出ちゃったやから。いや、そうだよ。そうだよ。そんなに余裕ないから別に。そんなあ、そう、もうちょっと楽しみたいからちょっと緩めるみたいなのあるかも。あー、なるほど。それはある。そうそうそう、これ以上行ったら危ないと。そう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 、止めると。上流階級のあるある。うん、そうや、長い人。ありがとうございます。上流階級だね、これ。はい、はい。冷静に万にチンが入るのってエロすぎない？なんか思うときない？なんか改めて。あるあるある。あるんだ。あるあるある。なんか童貞の頃の気持ちを思い出すというか。あ、そう。一人で、え、俺入ってたのな、そこにみたいな。マジで？あっちから噛み締めてんや。俺、してるときとかも、ちょっと慣れそうなときとか、それをあえて思い出す。今、俺はこの子に入ってる。入っているんだって興奮を保ったりするから。結構あるよ、俺は。あそこで繋がってるっていう感覚、やっぱすごいよな、みたいな。ピュア。ずっと思ってた。こいつら、ピュアや。ピュアに挟まれてる、俺は、と思って。別に中学生の部室で話されてるのもおかしくない。そうなんですよ。え、ちょっと、セックスって知ってる？知ってる、知ってる。冷静にさ、あれにあれ入るってエロすぎない？その時の想像で一人でいたそのとさ、いざその経験を経て一人でいたそのはまた格別な違いなわけだよね。そうだね。大人になって言ってるか、深みが違うと。そうだね、一応ね。荒沢になりますか。30歳の男が言ってます。エロすぎない？30歳の疑問って。マジで飽きない。はい、ちょっと下世話っすね。好きなことの初めて我慢汁エグい。あー、いや、そうです。そうです。とんでもないな。とんでもないよ。やる前にチューしてさ、で、一旦その後トイレ行く時とかにパンツ下ろしてびっくりすることがある。え、経験あります？それは。ブラシだっていうか、そんな出てたんだ。男で分からへんやん。自覚がないからさ、脱いで初めて気づくというか。パンツなの、ちょっと黒くなってるっていうか、普段の黒いパンツなんだよ。こんなにみたいな。分かる、分かるよ。彼女帰ってから一人でトイレ入った時もすごく。ああ、まあ、分かるよ。分かる。あんま分からないんだよ、不安やん、不安やん、今な。いいっすか？おい、行く。ちょっとね、準備不足かもわかんないですけど、コンドームを取りに行くのダサくなりがち。結構割と前期始まった後とか、もうこっちで脱いでて、あの、取りに行くとき、ケツ丸出しの状態になったんで、ちょっとここからガサガサガサとかやるやん。あれめちゃめちゃダサな、あの時間。ダサい、ダサい、ダサい。興奮という夢の中で唯一生まれる冷静な日常の瞬間じゃないですか。どうしようもなくないですか。ポケットに忍ばすとくとかじゃないんだろうね、たぶん。枕元ちゃんと置いとくとか。そうやな。そんなあからさまにここでしょって置いとくのもないし、一生嫌。わからないだから、おしゃれなツボが入ってるんだね。そうやね。ってのを考えると、やっぱちょっと隠しときたいから、なんかちょっと遠い場所に置くじゃない。そうすると、めちゃめちゃダサい時間が生まれる。確かに、確かに。綺麗に隠しすぎてたら、なんかめっちゃこの人やってんのかな。そう、それもなるから。っていう、いろんなところを経て、一番遠いのちょっとで、わかるわ、それ。まるだしちょっと部屋を散策するって生まれるっていう。監督のケツ丸出しみたいな。ちょっと見たいよ。サブチャンで、サブチャンで、サブチャンで、サブチャンやってるか。監督のコンドームルーティー。コンドームルーティー。なんでこの場所を選んだのか。インタビューかな。
で、事後にもうちょっと近いと思ったんですよ。ちょっとおもろいけど、それおもろいわ。ちょっとおもろいけど、お願いします、監督サブチャンネル。だったらメインでやらしてる。やるな。おい、おい、パイズリ普通に気持ちいい。待ってくれ。パイズリってさ、別にそんな気持ちないでみたいな噂あった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 嫌わったけど、いや、普通に気持ちいいやろ。それはそうかも。そうそうそう、よくやった。すまん、俺が悪かったわ。一瞬したみたいな。興奮値含めだからとか言うやつもあるけど、別に普通に気持ちいい。普通に気持ちいい。気持ちいい。あんな柔らかいスベスベのものに包まれて気持ちじゃないわけがないからね。そう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 。しかもたまにコリコリのアクセント入るじゃん。そうそう。アクセントスベスベからのコリコリコリが、そうだよね、これクエスチョンって呼んでた、クエスチョンって呼んでた。はいはい、高まりマッパで寝て朝後悔。それワンナイトみたいな。高まった時にすごいわあ気持ちよかった、なんか獣みたいにお互いになって全裸で寝て朝めっちゃ寒い。ある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 、ありました、これはあるあるですね。これはマジであるな。いいっすか。はい、あの安いホテル喉痛い。これ意味わかる。感想、エアコンが古いのよ。ああ、からめっちゃ乾燥してるな、朝。ああ、なんか乾燥してるね。どこ行ったんだよ。埃とかカビとかなんかそういうのも多分溜まってるんでしょ。そうかな。窓開けれないじゃないですか。そう、せやね。換気も多分あんまりちゃんとできてんのかな。そういうことか。あ、めっちゃそう、それや、それや、それありそう。でも昼間のラボホって窓大体全開けやね。あ、そうだね。昼間に開けてるんや。結構渋谷の非常階段タバコ吸ってたりするね。その時にいつもよラボホ見てんだけど。なんで見てんやね、せやな、お前人の外を見てんや。違う違う、ツーマンするで掃除してんの。ああ、結構面白くておじさんとプレイはしてないんだから。別に、なるほどね。俺も見に来て、今度連れてって、後で見てこいよ。じゃあそれでサブちゃんで。サブちゃんで、サブちゃんやな。それサブちゃんやもん。その画角で監督のコントーブルーで撮って、いけるか。はい、ちょっと俺聞いてみたいんですけど、乳首の正しい舐め方わからないっていう。ああ、わからないかも。ちょっと僕聞いてみたいです。なんか聞いてみたいな。はい、じゃあ僕もじゃあ聞いてみたいです。ダメだ、乳首の原理。先生いいですよ、知らないよ、乳首の舐め方。あんま考えずにさ、やってない。ペロペロ周りを回したりとか、チュンチュンしたりとか、チュンチュンしたりとか、みんなのノウハウを共有し合う。いやー、実はさっき、俺はあのよくこう忠実にあの遠くからこう中に入れて、で、かぶらしてとかやって、ちょっとキュッて掴んでみるみたいな。そう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 。これめっちゃはずいよ。いやー、ここまでしたか。めっちゃはずいわ、これ、よう言うたら。俺も原則、縦ペロペロばっかりだね。縦ペロペロの強弱、あとこう吸ったら多分冷たくなるから、結構乳首冷たくなったら感度高くなると俺は思ってるから、冷たいとあったかいで、ちょっと冷たしてよだれダラダラにして、はずいなこれ。必ず2点を一緒に攻めることは大切にしてる。片方だけじゃなくて、片方は爪刈りや、爪刈りたまにクリア。で、こっちで行くで行くで行くで、あーとまた温めてよ。恥ずかしい。大丈夫か。けどすげえ。でもなんか確かに一番なんか気持ちよさそうやった。私それやっては見てる、一応。なるほどね。時間とですか。割と言ってくれてたけど、そんなもんすよ。言ってないので言うたら、乳輪から行くようにしてる。普通乳首だけを攻めるやん。あ、はいはいはい。でも実質肝心のって乳輪周りから始まってるやん。あ、そう。線をそこから始まってるから。そう、知らなかった。だから乳輪側からちょっとこう噛んで乳首のまで持ってくるのはちょっとするけど。噛む時もあの乳首を噛むっていうか、ちょっと軽く乳輪ぐらいから甘噛みする。あ、なるほど。で、なんか意外と乳首って触るより触らない時間の方が大事な感じしません？こう、こう逃がすみたいな。ああ、こう逃がすね。そうね。あの時に乳首に当たっちゃう指が俺は好きだね。まあね、当たっちゃった。うん。
はい、ということで、はい、もう今日もまたセキララすぎたんちゃうかな。セキララやったな。なんでさ、エピあるあるを話そうぜって最後乳首の話だと思う。なんか自分たちのね、いたらんじゃないですか。確かに多分コメントでそいつ全然気持ちないぜ、違うぜ、そうそうそう、そいつらはってね、叩かれるだけの話、最悪だよ。まあ嫌やね、違いますとかいいですよ、ただ私はこれで感じますよも書いてもらわないと割に合わないんですよ。そうだな、そうそうそう、セットじゃないと批判だけはダメだね。批判だけはダメですよ。僕らの改善のためにね、大胆やください、大胆やね、そうですね、お願いします、ぜひ書いてください。はい、はい、ということで男の FP あるあるでした、ありがとうございました。